こんばんは、坂亮です。今日はこの自作のシステム手帳 M5 サイズですね、これにペンホルダーをつけたいなと思って、また買わずに作ってみたいと思います。今ちょっとこのクリップで留めてるのは、開いてしまうので留めてるんですけれども、今ねペンホルダーないので、こうやってこの後ろのところにそのまま刺してるんですけど、ここがちょっとね危ないことになっていまして、結構急いでる時にガッて刺してしまうので、なんかねちょっとここがもしかしたら傷んでしまうかなという感じなので、ペンホルダーをね作ってみようかなと思うんですけれども、とりあえずねどうしようかな。今まあこれが M5 のサイズなんですけど、こうやった時にもうほぼほぼ、わかりますかね、こう閉じた時にギリギリなんですよね、結構ね。だからこのサイズからはみ出る形にするのか、中に入り込む形にするかっていうのをちょっと悩んでいます。でどうやって作るかっていうと、ちょっと私あまりに不器用で、この余りの革でね作ることもちょっと考えたけど、ちょっと難しいなと思ったので、今日ちょっとこんなものを取り出してみました。これはこっちはほぼ日ウィークスの2021年のやつですね。これにカバーオンカバーをつけています。なんだっけ、これダーシンカだったかな。はい、でこれは去年2022年に使っていた高橋書店のトリンコですね。トリンコです。はい、これの何を使うかというと、ここにペンホルダーがついているんですよ。こっちもこのカバーオンカバーね、これのこれを流用できないかと思って、もうこの手帳を使わないのでやってみたいと思うんですが、こう見た感じトリンコの方は長いですね。でほぼ日ウィークスのカバンをカバーの方はちょっと短いですね。 幅もちょっとこっちの方が広くって、まあクリップだけ刺すのはどちらも多分これね使ってなかったからできないですね。はい、どちらもクリップを刺す分には全然大丈夫で、入れるってなるとどうなのかな、入りますね、トリンコの方は。そしてこっちのほぼ日のカバーオンカバーはちょっと難しいかもしれないな、そんなに柔らかくないんですよね、これ。多分無理じゃないかな、破れてしまいそう。どうかな、無理な気がする、避けてしまいそうな気がするので、ちょっとやめておきます。私はどちらでもどういう使い方でもいいんですけど、多分もう急いさっとメモをしてさっとしまいたいので、クリップのところが入ればそれでいいかなという感じなんですよね。はい、とりあえずこれがね、わかりますかね、ここがもうほら角が割れてしまってるので、とりあえずこれを使ってみようかなと思います。でうまくいかなかったらこっちのトリンコを使おうかな。はい、ということで、まずはこれを外しましょう。これは持ち歩きではなくて家置きだったので、そんなに汚れもなく綺麗。ここがねこんな風にも破れてなければ、またウィークス買った時に使えたんでしょうけどね、可愛いですよね。はい、で
大きさ的にはどうしようかな。これはロルバーンのロルバーンミニのあの後ろの方にクリアポケットありますよね。これこれのこれが始まるところと終わりのところについてますよね。それです。これはそのロルバーンミニのクリアポケットですね。でこれは別の動画で紹介してますけど、まあファイルポケットなんですけど、これ A4 用紙をこれに入れると A4 用紙1枚で M5 のリフィルが10枚作れるよっていうツールになるんですけど、これがちょっとそうね、これはあくまでロルバーンのサイズでやってるからこのサイズでやろうかな。ちょうどこのあたりでしまえばいいのではなかろうかと思うんですけど、どうでしょうかね。この辺で切ろうかな。ギリギリを狙いたいギリギリを狙いたいんですけど、これ線引けるのかな。いや、あんまり引けてない。ってことはこれはなんだっけ、ボビンです。あ、少しずらそう。とりあえずこのぐらいでカットできないかな。できましたね。どうしようかな。こう持ってくるべき。少し。バッテリーでごめんなさい、いつも。今ここで切って 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 いいところ。ここだよね。もうちょっとこっちで切った方がいいのか。切りましたね。
黙ると放送事故になっちゃいますね。ごめんなさい。どうしようかな。どうしたらいいんだ。もね、なんか私間違えますよね。うん、ここで合ってる。ここで切ればいいってことね。もう一回確認。分厚かった。またガタガタになってしまった。どんだけ不器用。で、今切れました。サイズは大丈夫だね。これはちょっと長いので、うん。はい。今度は失敗しなかった多分。はい、ちょっと無残な姿になってしまいましたが、まあね、再利用できたからいいって、再利用できる予定だからいいってことにしましょう。で、これはこっちにくっついてるんだから、まずこれはいらないよね。どうしようかな。こっちを、こっちを切り離した方がいいのか。ペランペランだから2枚くっつけた方がいいのか、どうなんだろう。どうしたらいいのかな。とりあえず2枚一緒にした状態で穴を開けられるか。通るかな。こっちは通るけど、こっちが通らないっていうのはどういうことだろう。なんで違うの？開き方が。こっちは通る。こっちが、こっちが通らないな。なんでだろう。通らない。片方だったら通るかな。片方だったら通りますね。こっちも通りますね。じゃあこうやって広げて穴を開けてみようかな。これはカール事務機のリフィルメーカーです。もうたびたびね、私の動画には出てきてるんですけど、微妙になんか曲がってる。
ちょっとね、もう結構パンパンなんですよね。とりあえずこれは後から補強しようかな。とりあえず今セットしてみました。で、そうね、まあ今までここにしてたから当然、お、滑るな。あ、そもそも入れてなかったちょっとどうしても当然ここがね長いのではみ出してしまいますけど、一応これでペンホルダーはできました。はい、今こんな感じですね。これをこう向ければまあ外にもこうできるのか、うん、まあそれはどんな風に使うかはあれだけど、これが入ったらどうなるのかな。入れれた。入って、まあ、例えばここにできるのか。ここに。この1枚目のところにクリップさせて、本体はこのペンホルダーに入れると、まあこんな感じ。ちょっとこうすれば上がはみ出して、まあちょうどここのギリギリのところまで押さえればちょっと下がはみ出してっていう感じですね。まあこの使い方もありっちゃありかな。うん、たまたまね、この今2枚重ねてるこの内側にしてるから、これクリップがここには当たらない、ペンクリップ直接は当たらないですよね、革のところにね。ただちょっとものすごい盛り上がってしまいますけど、うん、まあただスッと刺すのはちょっと難しいかもな。ちょっとこう曲げた感じでこのキャップがここに当たっちゃうな、うん、こういう感じですかね。はい、うん、いいんじゃないのかなこのね、あの私の手作り感満載の手帳なんですけど、これもちょっとね斜めってしまっていますが、うん、まあ、ちょっと2枚重ねるのおかしければこっち側切ろうかなと思ったけど、とりあえず今のところこれもね割といい飾りになっていますし、切り終わってそうね、ここに入れて、そしてここにこんな感じで入れて、うん、こんな風にすれば、まだここにね、ここがもうちょっとねこうもう崩れてきてるのでやばいので、これだったらいいかな。あとはまあこれがさっと素早くできるかどうかなんですけど、まあここもね素早くはできないんですよ。さっとはできてないのでいつも、うん、でまあ多分そのうちね避けてきそうな気がしますけど、こういう材質なので、まあ、その時はまたね、あのまだトリンコのペンホルダーの部分もまだあることだし、まあもうそこまで来たらねちょっと違うもので作ったり、丈夫なものを買ったりとかね、あとはまあもしくはマスキングテープとかで補強したりとかね、そういうこともできると思うんですけど、とりあえずこれで使ってみようかなと思います。はい、というわけで
今日はこの自作の M5 の手帳にペンホルダーがなかったのでペンホルダーを作ってみました。まあ、何で作ったかというと、このほぼ日ウィークスにかけていたこのカバーオンカバーですね、これのペンホルダーの部分も含めてカットしまして、でこちらのカールジム機のリフィルメーカーで穴を開けて閉じてみました。でちょっとねこの高さがの関係で本体を入れてここにクリップを刺すということで、今これでしばらく試してみようと思います。これ自体はもう本当に柔らかい材質なので、で一応わかりますかね、わかるかな、閉じるともうギリ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 のラインです。はい、はい、でこれでクリップもうできないかな、クリップできなそうちょっと無理やり感がすごい。はい、というわけで今日はこんな作り物をしてみました。今日も見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録、いいねじゃなくて YouTube の場合は高評価って言うんですね、高評価それからコメントなどありがとうございます、とても嬉しいです。あと私はブログもやっています、概要欄にブログのリンク貼っていますのでよろしかったら遊びにいらしてください。それではまた。